前の狙った通りかもしれん。じゃああの女は？写真の女は吉村アンナ。父親がイラン人、母親が日本人のハーフだ。戸田の遺体発見のニュースとともに店を無断欠勤している。今からアンナの住んでいる場所に向かう。もうすぐだ。もうすぐ全てが終わる。だがこの先に何が待ってんだ。こういう場合どっちを応援すればいいのかな。ねえ、どうしてあなたと泰山先生が戦わなきゃいけないの？さあな、本当のとこは俺にも分かんねえよ。手を出して。泰山先生はボクシングの立ち技がベースだけど、あらゆる格闘技に精通してる。戦ったのは見たことないけど。ああ、ちょっと前のあなたなら手も足も出なかったはず。でも今はどっちが勝つか私には分からない。ねえ、私ここで戦う格闘家を見て一つだけ分かったことがあるの。それは？ここに来る人間はいろんな事情を持ってる。自ら進んでここへやってきたファイター、そして気がついたらここへ流れ着いてしまったファイター。でも全ては宿命だった気がする。人間、宿命からは逃れようとしても逃れられない。宿命か。確かにな。ここで戦うようになったことも全ては宿命なのかもしれねえな。でも宿命を正面から乗り越えて運命が開ける。今宵ここにいるあんたたちが世界最高の幸せ者ってことを忘れちゃった。新たなレジェンドがついに生まれる瞬間を思う存分その目に焼き付けてくれ。オン・ザ・ヘッド！ 9 連勝を成し遂げた史上最強のストリート最強ファイター、カムロが生んだ恐竜、ウンキョー。勝てば俺は自由になれんだな。10連勝したらその約束は九鬼から聞いてる。ちゃんと守らせてもらうで。登場界の大門にかけてな。そして10連勝をかけた達也に挑むのはビッグサプライズ。なんとこちらもまだドラゴンヒートと呼ばれる前のこの地下格闘場で9連勝を成し遂げた伝説のオン・ザ・テイク。かつてあのアイアン島を KO で破り、あらゆる格闘技をマスターしたマイスターナギ。間違いないですか？ねえ、私どうすればいいの？全てはこの戦いが終わってから。それまでは見守るしかない。まさか達也、お前と戦うことになるとはな。ああ、死ぬ気で来い。分かってるよ、おっさん。あんたを倒して俺は全てを知る。だがなんだか不思議とワクワクしてたまんねえんだよ。ふん。ボスはボクシング、柔術、空手、すべての格闘技をマスターしている。叫んじゃねえぞ。達也君、お前のすべてを見せろ。後悔しないようにね。
勝負はついたが、話は終わっちゃいねえぞ。戸田と武器を殺したのはお前か。どうなんだ達也。俺はお前を誇りに思う。ごまかすな達也。サイコさん、達也、やめて。お願い、もうやめて。姉貴、どうしてここへ。もう許してあげて。乃木さん、大丈夫？乃木さん。乃木さん？最高、すまん。君にも苦労かけた。姉貴、どうしてこいつを知ってる？この人は、あなたのお父さんよ。は？ふざけんのもいい加減にしろ。ふざけてなんかないわ。本当の父と息子が殴り合ってるのを私がどんな気持ちで見てたかわからないでしょう。場所を変えましょう。